荷が重すぎた。でも彼女も覚悟の上だろう。おはよう、まどか。おはよう、姉ちゃん。よう、まどか。今朝は起きるのをずいぶんのんびりだったな。おかげで私は自力で起きる羽目になっちゃったぞ。ごめん。ん？どうした、まどか。なんだか元気ないじゃないか。なんかね、ちょっと変な夢を見ちゃって。変な夢？お、どんな夢だ？それがね、すごいの。街が破壊されて、何かと女の子がピューって空を飛んで戦ってるの。ピューって。そう、そうなの。それから猫だかウサギだかよくわかんないのが出てきて、私に魔法少女になれないかって。すごい、姉ちゃん、魔法。そういうファンタジーな夢を見られるのも子供のうちだけ。大人になったら夢より現実ばっかり見ちゃうからね。いっぱい夢を見るがいいさ。そうだね、ママの言う通り、子供は夢を見なくちゃ。素敵な想像力を養うためにもね。なんか本当は怖い夢だったんだけどな。もういいか。さあ、まどか、朝ごはんだよ。いただきます。
朝ごはんは一日の活力、ちゃんと食べないとね。うん。そういえばどうなった？ラブレターもらったっていうひとみちゃんのその後は。あ、あれからまた2通目のラブレターが届いたんだって。すごいよね。直に告るだけの根性もねえ男はダメだ。え？相変わらずママは男に厳しいね。当たり前よ。女が幸せになるのも不幸になんも出会うパートナーの質によるところが大きいからな。出会うパートナーの質。そう、だから人を見る目ってのは大切なんだよ。うん、私もいいパートナーと出会いたい。まどかは大丈夫だ。そのリボンも似合ってるぞ。え、そう？うん、似合ってるよ。ありがとうパパ。あのね、このリボンママが選んでくれたんだよ。そうか、だから今朝のまどかは華やかな感じに見えるんだね。でもなんかちょっと派手すぎて照れくさいかな。それぐらいでいいのさ。女は外見で舐められたら終わりだよ。うん、いいじゃん。これならまどかの隠れファンもメロメロだ。いないよそんなの。いると思っておくんだよ。それが美人の秘訣。コーヒーおかわりは？いや、そろそろ会社に行かないと。あ、もうそんな時間？さあ、まどかも急がないと。おはよう、さやかちゃん、ひとみちゃん。おはようございます。まどか、遅い。お、かわいいリボン。あ、そうかな、派手すぎない？とても素敵ですわ。ありがとうひとみちゃん。あ、そうだ、私のママからひとみちゃんにアドバイスを聞いてきたよ。え、私にですか？うん、やっぱり男はラブレターじゃなくて直に告白しなきゃダメだって。相変わらずまどかのママはかっこいいな。美人だしバリキャリだし。そんな風にきっぱり割り切れたらいいんですけど。羨ましい悩みだね。いいなあ、私も一通くらいもらってみたいなあ。ラブレター。ふう、まどかも瞳みたいなモテモテな美少女に変身したいと。そこでまずはリボンからイメチェンですかな。違う、これはママが。さてはママからモテる秘訣を教わったな。けしからん。そんなハレンチな子はこうだ。ちょっとやめて。かわいいやつめ。でも男子にモテようなんて許さんぞ。まどかは私の嫁になるのだ。でも男子にモテようなんて言う。そろそろ教室へ行きましょうか。あ、はい。そうだね。うん、今日は皆さんに大事なお話があります。心して聞くように。目玉焼きとは片焼きですか、それとも半熟ですか？はい、中澤くん。どっちでもいいんじゃないかと。その通り、どっちでもよろしい。たかが卵の焼き加減なんかで女の魅力が決まると思ったら大間違いです。女子の皆さんはくれぐれも半熟じゃなきゃ食べられないとか抜かす男とは交際しないように。ダメだったか。
ダメだったんだね。そして男子の皆さんは絶対に卵の焼き加減にケチをつけるような大人にならないこと。はい、あとそれから今日は皆さんに転校生を紹介します。あ、そっちが後回しかよ。あ、そうなんだ、今日転校生が来るんだ。どんな方なんでしょう。本当、凛々しいお姿ですわ。嘘、まさか。あの子、夢の中で。はい、それじゃあ自己紹介いってみよう。あけみほむらです。よろしくお願いします。あけみさんは都合でご家族と離れてお一人でこちらの方に越してらしたのよね。はい。じゃあ皆さん、あけみさんと仲良くしてあげてくださいね。違うよね、夢で見たあの子じゃないよね。ずっと見てる。なんか私のことを睨んでるような。あけみさんって前はどこの学校だったの？東京のミッション系の学校よ。前は部活とかやってた？運動系？文化系？やってなかったわ。すっごい綺麗な髪だよね。シャンプーは何使ってるの？別に特別なものは使ってないわ。不思議な雰囲気の人ですよね、あけみさん。ねえ、まどか、あの子知り合い？なんかさっき思いっきりガン飛ばされてなかった？いや、あ、噂をすればなんとやら。あの転校生がこっちに来るよ。まあ、本当ですわ。なんという威圧感。私、ちょっとおトイレ。大丈夫だ、まどか。私がついてるから。お話し中ごめんなさい。かなめまどかさん、あなたがこのクラスの保健係よね。連れてってもらえる？保健室。保健室なら私が案内してあげるよ。いいえ、お構いなく。私は係の人にお願いしているの。かなめさん、お願いするわ。保健室。はい。私が保健係ってどうして？早乙女先生から聞いたの。あ、そうなんだ。さ、保健室は、こっちよね。そうなんだけど、いや、だからもしかして
場所を知ってるのかなって。どうしよう。あった、待ってちゃダメだ。話さなきゃ。何でもいいからお話を。あ、あけみさん？ホムラでいいわ。ホムラちゃん？何かしら。あ、その、変わった名前だよね。要まどか、あなたは自分の人生が尊いと思う？家族や友達を大切にしてる？私は大切だよ。家族も友達のみんなも大好きで、とても大事な人たちだよ。本当に？本当だよ。嘘なわけないよ。そう、もしそれが本当なら、今とは違う自分になろうだなんて絶対に思わないことね。さもなければ全てを失うことになる。え？あなたは要まどかのままでいればいい。今まで通りに、これからも。